もういただきます。はい、実食でいただきます。出過ぎました。ありがとうございます。胃がこれしか余らないです。まあ、なんとかちょっとやってみましょう。でも俺、いけるんじゃないですか？少ないでしょ。さすがに少ない。さすがに少ない。エビの方をいただいたので、あったかいうちに。これで、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 これ
量多すぎませんか。またもう3人目様どうぞ。そっちか、そうね、終わんないですね。大変待たせました。どうぞ。白いは近くに3番目の試験もよくないから。肉の味しか知らない。うん。マジか。皆さん、間のところで中華そばと、あの、濃い中華そば、あの、まかないバーと、一人一杯ずつ、すぐ下杯、もしできたら、中華に言って、あ、でも、僕で好きなら、ラスカルくんも食べあるから、マジ？なんか早い。なおれ、もうね、こんなこと言ってる。いっぱいあるんで、もう終わりに溜まっちゃってて、そうなんですよ。
次あれですか。はい。撮りました。ここは動画は撮ってないんですよ。ここはそうなんですよね。次また来る口実ができる。宿題残して帰るんですよ。そうっす。でもまだこの俺食べてないのは洋次郎とこの2種類ですね。あとかなりホット洋次郎は食べました。2回とも。2回ともホット洋次郎。2回ホット洋次郎食べてたんですか。これで何回って。動画撮れてないって。鈴木の動画を撮るために。鈴木ってわけじゃないですよ。鈴木ってわけじゃないですけど。まだ食べてた。そうそうそう。混ぜそば、台湾混ぜそば。めっちゃ好みでした。先生とかが油を入れるから全然好むよ。上澄みの油を入れないで、ただの出汁のスープと、スープだけ入ってと返しだけです。タコ割りの画像が普通の昼間かな。だって抜いてこれっすよ。ちょっと見てください。抜いてこれっすよ。タコ割り。これでもあれなんだ。そうそうそう。だからこのぐらいが相当あれなんだ。そう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 。この出かけこのぐらいの方がだってこれ次は全く大丈夫。全くのもの。夜。10時だから一番もう閉めてから食べたら10時ぐらい、12時ぐらいになって全然全く大丈夫です。二度と行かないでしかも多いな。うまく映ってたもん。お前さんに言われたからちょっと固めだけあるってよいしょ。でもこれ箸持てないですよね。これこれはね、これやばいですよね。この豚は、うん、すごいもうさ、匂いがもう豚の凝縮。動物もそうですけど、野菜の甘みがバチバチに飛んできますね。パパです。
すすれないですね。むせるやつですね、これ。ほら、わかる。本当ですか？本当ですよ。俺、マジか。うちさん、この間頑張ってたじゃん。頑張ってる。うちさん、初でしょ。エミリアさんが。もったいな、もったいないな、これ。お願いします。本当に書くんですか？マジでいいんですか、あれで。この間の、あの出しますよ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、どんな感じじゃないですか。くそ。くそ。何？見たいよ。マジっすか、あれでいいんですか？あれっすよ。あれがいいんですよ。うん、あれがいいんですよ。せめてなんかオレンジ色のペンがあればまだ様になるんですよね。あれなんですけど。本当に書くんですか？あるって、オレンジのペン貼れて最後に本当に書くんですか、これ、うん、あるでしょ。これはもったいない。大丈夫ですよ。最後にこれで仕上げてください。うん、なるほどなるほど。また。もう食べちゃいました。